です。今回は高級水彩絵の具徹底レビュー、はい、という感じで、こちらですね、ダニエル・スミスさんの透明水彩絵の具ということで、たびたび登場しているダニエル・スミスさんなんですけれども、こちらですね、1本約2530円、 Amazon さんで購入しました。高い。カラーがヘマタイト・バイオレット・ジェニュインっていうね、ちょっと難しいカラーなんですけども、こちらですね、色がね、分離する絵の具なんですよね。なので、名前にはバイオレットって入ってるんですけども、粒子の黒と赤が分離するような美しい色合いとなっております。ちょっとはね、簡単に説明すると、アメリカの絵の具のメーカーさんらしくて、他にもね、油絵とか水彩のスティックとかも販売しているらしいです。で、絵の具の材料となる顔料がすごい多いので、鉱石からできた絵の具だったりとか、分離具合がね、絶妙だったりとかっていう感じで、もう本当にね、幅が広く、このメーカーでしかない色もたくさんあるので、その分ね、人気も高い、かつ1本がね、約1000円からっていう、結構ね、お高い絵の具となっております。でパレットに出すとこういう感じです。ライトで当ててもほぼ黒ですね。一回試し塗りからしていきます。絵の具自体はちょっと気持ち固めな印象がありますね。すごい。でこの段階でね、これちょっと動画で伝わるかな、粒子がね、ほらこうつぶつぶつぶってなってるんですよ。とりあえずこれを置いてみます。すげえ。私分離色ってね、あんま使ったことなかったんですけど、ほら、でこの黒のこの細かい粒子があって、でね、薄めると赤もね、こっち見てるんですよ、赤が。これすげえな、めっちゃ綺麗。これはね、マジで本物を見てほしい。動画だったら結構やっぱその 100% 伝わりづらいところとかもあると思うんで、めっちゃ綺麗よ。マジでめっちゃ綺麗。でね、あとパレットにさっき出した方も見てほしいんですよ。ほら、パレットに出した方も、もうほら、赤色になって、で、黒のね、この細かい粒子っていうか、つぶつぶってなってるのも、すごい美しくね、見えてます。これ、もうちょっと試し塗りしていいですか？ちょっと楽しくなってきた。やべえ。次はじゃあね、滲み具合、見てみようと思います。最初に、透明の水をガッと置いて、そこにね、色を垂らしてみます。これ絶対綺麗よ。絶対綺麗よ。ちょっと見てて。やべえ、ちょっと一回じゃあ乾いた姿も見たいので、ちょっとこのままね、自然乾燥で放置します。はい、という感じでね、完全に乾きました。もうこの辺とか完全に赤やない。こんなに綺麗にね、分離してくれるんですね。で、完全にこう水で薄れてる部分はもうピンクというかね、もう薄いこう綺麗な淡い赤色になってくれる。そんなカラーですね。はい、という感じで、じゃあこの一色縛りで、じゃじゃん、こちらのお花の絵をね、塗っていこうと思います。一色なんでどうなるかわかんないんですけど、このね、分離する力にね、頼りながらちょっと塗ってみようと思います。じゃあね、最後にこれ完成形乗っけて、今回は終わろうと思うので、よかったらね、その高い分離色私もやってみたいっていう人はね、概要欄見てみてください。他にもね、いっぱい色があるので、気になる人は参考にしてみてください。じゃあ、ゴー。